こんにちは、心理カウンセラーの中森です。思い込みが激しくて生きづらいです。これを和らげる方法を知りたいです、という相談を受けることがあります。この思い込みの激しさっていうのは、大抵周りからそう言われるとか、自分がいつも困ってしまうということで気づくことがあるんですけども、その瞬間に今思い込み激しいなっていうふうに分かる方っていうのはまずいらっしゃらないですね。でこれはまあ誰でもそうです。なかなか自分のことっていうのはリアルタイムで客観的に見るっていうことは難しいですね。でも少しずつこの枠っていうのを広げていけるといいのかなというふうに思います。でその時に自分の思い込みの激しさを見つけていくやり方なんですけども、いつも同じようなことで困ってしまう、トラブってしまうっていう状況をまずピックアップしていきます。そしてその時に自分が取った行動、考えっていうことも合わせて記録していくといいでしょうね。そうすると大抵同じような考え方、行動の方針っていうのがあったりしますので、そこに自分特有のものがあったりするんですよね。でこれを仮に自分の知っている自分と全然違うタイプの人、 A さんだったらどう考え行動するかなとか、 B さんはどうかなとか、そういうこともその人になったつもりで想像して書いてみたりするんです。そうするといろんな考え方、行動指針っていうのが出てきますので、そうすると一つの事柄についてもいろんな考え方があるんだなっていうことがだんだん枠が広がってきますし、これを自分の頭だけではなくて実際にそういう人に会って話を聞いてみるっていう形をするとまた違うと思いますね。ただこういったことをやっていきますと、どうしてもその違う考え方っていうことに対して強い違和感、自分の考え方についての強いこだわりっていうのが出てきますので、そこの背後にある強い感情、恐れだったり不安だったり、あるいは恥ずかしかったり、いろんなものがありますので、そういったところも少し掘り下げて、その奥の方にある感情というところにも気づいて言葉にしていく、それに伴ってやられていくということをやっていけば、自分の幅がより広がっていくかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。